おかげさまで無事に終わりました。この会場は合宿所から近くていいですよね。でも信じられません。前は都心でイベントをやっても全然来てくれなかったのに、今日はそこそこ集まってくれて。やはりランクが上がるというのは特別なことなんですね。ありがとうございます、プロデューサーさん。そういう現地でやっていくスタイル、なんて言いましたっけ。そう、ご当地。つまり今の私たちはご当地アイドルですね。このまま地元に愛されてずっと過ごしていくのもいいかもしれません。嬉しいことをいろいろ言ってもらいました。中でも特に嬉しかったのは、もっと早く知りたかったって言ってもらえたことです。自分から出ていかないとご縁も生まれないんですね。はい、ファンの方たちとのちょっとの隙間、そこに歩み寄ってすっと埋めないといけないんですね。隙間といえばまるで合宿所のあれみたいです。ほら、プロデューサーさん、あれです、あれ。そうです、よくわかりましたね。あの隙間をぴっちり埋めると隣の子と話が弾むんです。自分から布団を寄せる優しさ、アイドルにも必要なのかなって思いました。はい、とてもよく。でもいきなり大胆にはなれませんでした。自分から握手とかできませんでしたし、大切さは分かってもそれをできる勇気を身につけるのはこれからですね。ええ、プロデューサーさんにしっかりと教えてもらわないと。でもお手柔らかにお願いしますね。私そんなに打たれ強い方ではありませんから。